ゼロ。おはようございます。朝のスピリチュアルテレビ、今日は新宿御苑からひなここがお送りしております。おはようございます。皆さんお元気でしょうか。今日は7月の15日、はい、昨日なんか雷が降ったりとかすごい夕立があったりしましたね。最近はとっても暑いですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なここはですね、昨日ですね、ちょうどあの皆さんにもお知らせしていました、Be Smile プレゼント、ゆずり派、日野市民会館のイベントを終えまして、ちょっと今日声がガラガラなんですけど、その今日はほとんど録画の方を見ていただくことになるので、特に大丈夫だと思うんですけれども、昨日イベントの方にいらしていただいた皆さん、どうもありがとうございました。すごく感動的なイベントになりました。私、日野市は自分の生まれたところ、生まれて小学校2年生まで育って、八王子市に引っ越したんですけど、まあ、八王子市と日野市も隣で、今私が住んでいるところも日野市と八王子の境目みたいなところなので、まあ、ほとんど日野市に住んでるという感じなんですけども、高校時代も日野台高等学校っていう、都立日野台高等学校っていうところに自転車で通っていて、13日のイベントの後は、高校時代にミニスカートでこう自転車で通っていた道を一人でちょっと考えにふけりながら、イベントの後の余韻に浸りながら帰りました。イベントの様子はですね、後日放送することもできるかなと思ってるんですけども、まだちょっと決まってないですね。で、今日の放送はですね、すごい、楽しみで。本当は先週ね、放送する予定だったんですけれども、テリーさんがタイの方にいらして、タイの方のネット状況が良くなかったということで、急遽別の方にゲストに来ていただいて生放送したんですけれども、今日は、スピックリンク、リカ&フミトさんということで、リカさんとフミトさんというご夫婦にインタビューをした映像をな、こちらのお二人はですね、リカさんがデザイナーなんですね。パリコレとか東京コレクションとか出てらして、すごく活躍されていた女性のデザイナーさんで、フミトさんは空間プロデューサー、シュウエムラさんですとか、あと、安室奈美恵ちゃんのビデオの映像プロデューサーとかされたりとか、そういうアーティストのお二人なんですけれども、そのお二人が、リカさんが3年前に、メッセージをもらって、みんなにこれを伝えなさいって、いうカリキュラムがどんどん降りてきて、それで今スピリチュアルな、スピリチュアルな本来の自分に戻って現実を作っていくっていうスクールを開講されています。で、私この二人とは、やっぱスピアネン、スピナビナイトの方でパネラーを一緒にさせていただいて出会ったんですけれども、この二人と出会った時に、あ、とうとう、メッセージが具現化して人の体でやってきたなって思ったんですね。ぜひ皆さんにもこのお二人のことを知っていただいて、直接会っていただいて、これからはどっちの方向に進んでもいいんだよっていうことを体現してくれるようなお二人ですので、ぜひ放送の方を聞いてください。で、放送後に今日はカードの方をお読みしますので、チャットの方にカードご希望の方は書き込んでみてください。今日は、朝のね、こ
言葉の本なんですけれども、リカさんとフミトさんの録画の方が結構メッセージ色が強いので、今日はリカさんとフミトさんのブログの方から一節読ませていただきます。朝の聖なる言葉、望む現実に生きる。皆さんは自分の望む現実に生きていますか？地球は今までになかった究極な変化を迎えています。この究極の変化の地球に生まれた私たちは、1億円の宝くじを当てるよりも、そんなどころではない倍率で生まれてきたんです。それはこの地球の究極の変化を経験したかったからです。様々な魂がこの特別な経験をしたがっています。でも、すべての魂が抽選に当たったのではなく、当たらなかった魂は見守っています。それほどこの変化の地球に今生きていることは素晴らしいギフトなんです。さて、ここにはっきりと伝えておきたいことがあります。私たちは今、この特別な地球で自らが生きたいように生き、楽しむことこそが世界をより良い場所にし、地球の変化を支え、まばゆいばかりの輝きに導くのです。一人一人が自らの人生を喜びと楽しみ、愛と感謝できること、それこそが光になるのです。でもまだたくさんの人々が日々の出来事に悩んだり苦しんだり、あなたが大いなる源の愛すべき子供だということもすっかり忘れてしまい、自分は何の価値もない小さな人間だなんて思っている人がいます。私たちは誰もみんな、例外なくみんな、大いなる源のすべてです。それが本当の自分です。私たちは無限の可能性で、愛以外の何者でもありません。私たちは今、思い出すべき時に来ています。素晴らしい本当の自分を思い出して、毎日をワクワクで、愛と感謝で生きてほしい。いろんなことが外側で起きます。それを映画、プログラムだとしっかり捉え、毎日を今を楽しんでワクワクして生きてほしいんです。世界がより良い世界になること、一人一人が本当の自分でワクワクした日々を送っていくこと、そしてそれが地球の変化の助けになるから。この変化の時に意識改革をしてみませんか？本当の自分でこの人生を輝いて生きていきませんか？リリーさん。そしたら録画の方を流していただきたいと思ってるんですけれども、よろしくお願いいたします。1、2、3と3つあるんですけれども、ごめんなさい、URL が、これか。先週来てるやつでいいのかな？先週とか昨日の夜に送ったと思うんですけ昨日ど。の夜。これかな？わかりました。そこそこ。その順番通りにお願いします。1、2、3の順ですね。はい、よろしくお願いします。ふみとさおんはと、ようございまあっちの子。す。おはようございます。朝のちょっスとピ待リチュアルテレビ、今日。って、ちょっと待って。ワイワイって始まっちゃってますね。ちょっと設定しますね。そうだ、この今日のお洋服は、リカさんがデザインしてくれたブラウスワンですかね。録画の方の放送で着ているワンピース、T シャツドレスも、リカさんがデザインしたドレスですね。このリカ&フミトさんの放送はイケメンシリーズの第5弾ということで、ちょっとフミトさん、空間プロデューサーっていうかモデルさんみたいな、ちょっとこんないい男が普通に存在していいのかなと思うぐらいのイケメンぶりなので、ぜひそちらもお楽しみにどうぞ。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。
スピリチュアルテレビ、今日は高尾までお邪魔しております。大内文人さんと、はい、リカさんご夫妻です。こんにちは。今日このお二人にインタビューさせていただきたいと思います。今日はイケメンゲスト第5段目は文人さんということ でイケメンには最終的にはこういう素敵な奥様がいつもいるよというなんかいい感じ の女性性と男性性の2人がすごくうまく、なんて協力し合ってって言ったら変ですけど、2人で1つ、でも2人で1つっていうか 10個以上みたいな、なんか大きくこう光をこう散りばめるみたいな、あのそういう感じのコラボレーションを今日はあの堪能していただきたいと思います。なんかツインソウル、ツインデイっていうのかな、あの2人 のちょっとそういうなんていうか結びつきみたいのを感じ取っていただけて、すごく面白いんじゃないかと思います。はい、ではですね、はい、お二人は、ちょっと経歴的にヒーラーさんというか変わってらっしゃるんですよね、うん、アーティストですよね、はい、まず文人さんは今も現在あのアーティストとしてお仕事されてるんですよね。そうですね、はい、どういった空間プロデューサー。空間プロデュース、まあ話したら相当長くなるんで。そうですね、砕きながら話していくと、はい、まあここ2年前くらいまでファッションショーの演出家として、はい、会社で勤めてたんですけど、はい、それを今も、一応フリーというふうな形で空間演出、ファッションショーであったりとか展示会だったりとか、はい、パーティーだったりとかっていう空間演出を、今もしているような状態でいます。なんか私、はい、あのモデルさんって言われてもおかしくない感じなんで、でもなんかその空間プロデューサーにこんなかっこいい人がいるなんて漫画とかこうドラマの話だけだと思ってたんですけど、はい、たくさんいらっしゃるもんなんですかね。文人さんみたいな人がいっぱいいらっしゃるものなんですか。プロジェクトチームみたいな感じでいますけどね。じゃあちょっとやっぱ特殊な感じで、リカさんはデザイナーさん、はい、お洋服の、はい、あ今日のあの私のこのお洋服はリカさんのデザイン、はい、そう、私最初はフミトさんのデザインかなと思ってたんですけど、はい、あのブランドはフミトさんがプロデュースをして、はい、リカさんがデザイン。そうですね、はい、あとお二人がこうヒーラーとして活躍されているスクールはどちらでされてるの、はい、ここで都内でね、いろんなところで、いろんなところで、はい、どれぐらい あのスタンスっていうかこう日程でされてるんですか。あの実はもう3年前にそのあなた自分を知って自分を信じて自分を愛しなさいって、あの代々木公園をですね、はい、代々木公園の近くに住んでたので、はい、あの歩くのが日課で歩いてたら朝早く突然来たんですね、はい、でも号泣でうずくまりその場に動けなくなったんですけど、うん、その自分を知って自分を信じて自分を愛しなさいってどういうことなんだろうって思って、はい、そのふーちゃんに話したら、それってすごいことだよ、すごいメッセージだよって言われて、でそっからなんかこういろいろとこうはーって降りてきたのをわーって書いてる間にカリキュラムができたんですよ。あーもうその時に、そうそうそう、おーすごい。そっから何年も経って、うん、じゃあそから始めて2年ぐらいをかけて、うん、2、3年かけてずっと降りてきて書いてることがもう膨大な資料になって、それが気がついたらカリキュラムになっていて、でこれを人に伝えたいってふーちゃんに言って、はい、あじゃあやったらって一緒にやろうっていうことでやり始めたのが今年の頭なんです、はい、なんでまだ半年ぐらいなんですけど、4ヶ月間かけて18回をのコースをやるっていうやつ。あじゃあ4ヶ月間かけて18回のコース、はい、それが、始まって今はどれ何回目ぐらい。今は1期生です。まだ1期生ですね、うん、まだ1期生でもうすぐ卒業です。あ7日で、ね、7月7日に卒業。七夕。そうそうそう、そう七夕でパーティーする。そう、みんな家族みたいになってて、もう本当に楽しい。もうどんどんみんなも変わっていって、もうそのあのこんなことがありました、こんなことがありましたっていうのをメールももらうたびに本当に嬉しくて、そう、確かにこの自分を愛するってよく聞くキーワードなんですけど、難しいんですよね。難しい。そう、知
知らないんですね、うん、本当に自分のことまずみんな知らない、うん、知ってで信じること、知ることができて初めて信じることができて、うん、信じることができて初めて愛するっていう、うん、あのステップなんですね、うん、これって、うん、なんですごいなんかもう自分で全てを考えたわけではないので、うん、後であの見れば見るほどはぁって思う、伝えれば伝えるほどはぁって思う感じ、うん、知って、うん、信じて愛する愛する、うん、あいや私この間、うん、自分を愛するってどうしたらいいんだろうって考えて、うん、その時思いついたのは、うん、なんか大好きなケーキを食べることしか思いつかなくて、うん、2回同じケーキ屋さんに行っちゃったんですよね、うん、そしたらケーキ屋さんのパティシエさんが、うん、なんか後日ね、うん、この間2回も来てくださってどうしたのって聞けなくてすみませんでしたって言われて、なるほど、いやちょっと自分を愛する方法をもっといろいろ知らなくちゃいけないなと思って、うん、ケーキ屋に2回行ったら人に心配かけるんだなと思って、うん、難しいんですよね本当に、でも自分を愛する自分を愛するって巷ですごい言われてるんですけど、うんうん、じゃあどうしたらいいのよってみんな思ってる、うんうん、そうそう、愛するいきなりはいけない、いけない、ね、やっぱり自分を知ることからスタートして、うん、で知ることすら知ってない、実は自分のことを一番知らなかったりする、そうかも、家族のことの方がよく分かったりとか、うん、親友のことの方がよく分かってたり、うん、手に取るように分かったりして、うん、自分を知るって知ってるつもりだったけどってそこから入っていく、ただどんどん知らないっていうことが出てきて、うん、ああ私こうだったんだ、ああだったんだって自分のことを本当に知っていく、うん、そこから初めて信じることができる、自分のことを、そうですよね、でも、うん、でもそれはこのパートナーシップとは関係ない、リカさんはリカさんで自分、うん、関係ないね、うん、関係ない、うん、でそれだからこそパートナーで入れる、あ自分は自分として自分のことを知って、うん、信じて、うん、愛してるからこそ、うん、パートナーとシップが取れる、うん、ちゃんと自分を愛してなかったら相手に依存しちゃうから、うん、やっぱりすごいこう追いかかって追いかかって、うん、なかなか難しいけど、うん、ちゃんと自分のことを知ってて信じてて愛しててれば、うん、どんな人でもパートナーシップが取れる、うん、相手がどんな人があろうと、あろうと思う、なんかこうお二人はもうはっきり言ってどちらもこう素敵じゃないですか、うん、そういう感じでも自分をちゃんと知らないとこう依存みたいな、相手に依存しちゃうみたいになるんですか、もちろん、もちろんやっぱり、やっぱり個々があってわけじゃないけど、やっぱり個々がなんかやっぱりこう走っていくものだろうし、個々がこうやっぱりこうつながっていくようなものだからね、やっぱりまあ自立みたいな感じの言い方が正しいのかどうかわからないけど、でもやっぱりそのまあ自分のこうスピリットっていうのはここ一つしかないから、やっぱりそことそこがやっぱり重なるからね、一つが100であるからこそ1000になる、一緒になって1000になる、マイナスだったらそのマイナス分を補おうと、補ってもらおうとするから、それはとても難しい、やっぱり補えるのは自分だけ、自分のことは自分だけ、へえ、なんかこう、まあ特にね女子の間ではね、素敵なパートナーさえ現れればなんとかなるんじゃないか的な幻想があるわけですよ、まあ男性でもある方いらっしゃると思うんですけど、でまずそれを追い求める、自分の片割れ、あのツインソウルって言われてる片割れがあって、その人と出会ったらパーフェクトになるんじゃないかっていう考え方がちょっと最初あると思うんですけど、でもどうなんでしょうね、お二人の場合でも確かにお二人が出会ったことも自分を知る手助けにもなってるんですかね、そうだと思う、やっぱりね、僕はリカちゃん と、会う前に、うん、それこそ今から18年前とかくらいに、うんうん、彼女が、もう新進気鋭のデザイナーで、うん、いわゆる東京コレクションとかっていうふうなものにすごい出てて、うん、昔ファッションニュースとかファッション通信とかっていう番組があって、うん、そこに出てたんですよ、うん、で僕がまだ全然、まだ学生からもう社員、あの何会社に社会に出て、はい、で、その時にやっぱり僕はそのまあその空間プロデューサーは全然違う CM プロダクションっていうところにいて、はい、プランナーとかなんかそういうふうなものをやってたんですけど、その時にやっぱりファッションとかミュージックとかっていうのはすごいやっぱり若いし好きなんですよね、うんうん、でそういうふうな、番組を見てたら、うん、なんかね木からインスピレーションを得られるデザイナーみたいな感じでこうやって木をね触ってなんかそっか
からなんかこう吸収してなんかこう物事をこうクリエーションするみたいな感じのことを特集で組んでたんですよ。で、なんだと。で、僕は実家が神社だから、その杉の木とかもボンボンこう立ってて、常に木とかっていうふうなものとかっていうのはやっぱり密接というか、やっぱり今高尾山に住んでるのもね、そうかもしれないけど、なんかそういうふうな、 なんか地のなんかぬくもりというか、そういうふうなものがすごい好きで、その映像を見た瞬間になんかすごいな、このこういうデザインがいるんだなと思って、それはすごく印象的で、それから7年とか8年くらい経て、で初めて実はその映像とかやってるディレクターをやってたんだけども、それからもっとなんかこう殻を割って舞台というかファッションとかっていうふうな、なんかライブでなんか物事を作れることが知ってきたらなと思って、じゃあまずはファッションショー見に来ないよみたいな感じで、ファッションショー のプロデューサー、そのファッション通信の、プロデューサーに知り合って、でそこからなんかファッションショー見に来ないよっていうふうなところからね、ファッションショー見に行ったんですよ。そしたら、すごい、なんだっけあれ、木下大サーカス、プリンセス天功さん、プリンセス天功と、ジョイントをした、ファッションショーだったんですよ。すごい。で、何千人くらい、代々木体育館で、ね、全部使って、2000人くらいくらいの規模のファッションショーをやってたんですよ。で、僕はこんなファッションショーあんのかって思って、すごいやってみたいな、やっぱりファッションショーって面白いなと思って、そこからなんかそのなんだろう、ジョイントショーだったから一番最後にこうショーが出てくるんですよ。ということで、ファッションショーを初めてその見に行ったら、でそのファッションショーを見て一番最後に出てくるデザイナーが、実はあの時のデザイナーが出てきたっていう。あ、それがリカさんだ、ね。それがリカちゃんだったっていう。で、まあツインデザイナーでやってたんだけど、あれなんか見たことあるなこの人ってずっと思っていて、でなんか初めに、あ、もしかしてって思ったんだけど、まあまさかなってちょっと思っていて。で僕はその後にちょっとアメリカに、放浪の件があって 1ヶ月半くらい旅に出たんですけど、それから帰ってきて、まあ、少々ね、そういうふうな、 なんかこう機会があって、演出家を紹介してもらったんですよ。でそこから東京コレクションとかっていうふうな感じで、そのやってたそのディレクターの方が、リカちゃんのファッションショーを手掛けてるディレクターだったんですよ。でそれで偶然にもその後の3ヶ月後くらいかな、入社してっていうか、ですぐに仕事するようになったんです。打ち合わせに一緒に来たんですよ、うちの会社に。それが何年前だろう、それが3回目ですね、会ったのが。彼は、私は初めてですよ。3回目って言ってもテレビと、富田さんが先に気づいて、そう、テレビとファッションショーと、ファッションショーと、はい、私が出たところをお客さんとして見てくれていて、で3回目はうちの会社に打ち合わせに来たの。すごい、なんかステップアップステップでね、今思えばね。そうで、ふーちゃんも全然その、テレビで見た時も印象的っていうだけで、そういう恋愛感情とか一切なくて、ただ本当に気がついてたんだよね、深いところで。そうでしょうね、覚えてるんですよね。そうで3回もやっぱりちゃんとね、こう場ができて出会うことになっていたんですけど、私は全く気がつかなかった。ふーちゃんも全然デザイナーとして見てただけなんだよね。全然気づかなかった。まあなかなかね、お仕事の場でね。そうですよね、いきなり恋に落ちましたと、ね、思うわけにもいかないところありますもんね。で、いろいろ経て、僕もなんだろう、いわゆる、相手ばっかりだからアシスタントみたいな感じだったけど、はい、それこそ何年だろう、4年くらいかな、くらいはちょこちょこ仕事するようになっていて、はい。で、そこからまた僕は全然違う、なんだろう、自分で、なんて言うんでしょう、自分がなんか全然違うクライアントを持って仕事するようになって、プロデューサーとかディレクターというふうな形でやらせてもらうことになったから、リカちゃんとは仕事しなくなったの。もう何年も会わなくなった、ね、全然会わなくなった、ね、6年くらい、7年くらい、6、7年会わなくなった。
全く合わなかった。寂しい。そう。でなんかいろいろまあリカちゃんの中ではいろいろストーリーがあり、うん、僕の中で僕の中でもストーリーがあり。うん、で私はもうその時違う人と結婚した。その間に合わなくなった間に。うんうんうんそうなんだね、彼女もいてね、うちはうちでね。僕も彼女はいて、うん、で、いつだろう、2009年かな、うん、くらいに僕は彼女と別れ、うん、で、と思ったら、うん、そのたまたま、その、なんだろう、リカちゃんがファッションショーやるから、はい、ディレクターを探してるんだよね。新しいブランドを立ち上げていて、うん、で、独立、いろいろな私って結構この望むことを叶えていくのが上手いんですよ。前から知ってやり方を知ってたっていうか、その望む現実を作っていくっていうやり方をしてて、それもスクールで教えてるんですけど、その時はまあ他社のすごい投資を3億ぐらいかな得て違うブランドをやっていて、でそれが今のゼッチアなんですけど、でそれの独立をすることになって、でその時に来てくれたんだよね。そう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 、なんか人から返して、うん、久しぶりみたいな感じで、そう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 、演出家として来てくれて、うん、その独立した後のコレクションの演出を、フミトさんがされたんですか。で、久しぶりで2人ともほとんど忘れてたぐらい久しぶりで、うんうん、で私はその前にその子離婚したんですよ。それでまだ離婚してないんだよ。まだ離婚してなかった。で再会して久しぶりとか言いながら、そしたらふーちゃんがね、ものすっごい手伝ってくれたんですよ。それはなんでですかとか言って、ね、やっぱりその仕事の情熱、なんだろう、それこそやっぱり10年前から一緒にやってて、またできるみたいなっていうのと、喜びみたいなのがあったんだ。うん、あったあった、すごい。ふーちゃんの意識の上には、うん、その恋愛感情上がってなかったんだけど、多分もうカイドからものすごい多分言われて、異常なぐらい手伝ってくれた。その前、昔の時はそこまで手伝ってくれなかったのに、うん、そんなことないよ。まあ、やってくれてたけど、もちろん親切ないい人で、だけどその私が独立して再開した時のコレクションに関してはすごい手伝ってくれて、で、あ、その後私が東京のいろんな若手のデザイナーを10人かぐらい、9人か集めて、その大きななんか面白いイベントをしたんですね。開演前の西神宮 のあれを交通ストップして、いろんな人にこう手伝ってもらいながら、そこでバーってショーをするみたいなことをやるのに、みんな若いし予算がないっていうところで手伝ってくれないかなって声をかけたら、2つ返事でいいですよ、面白いから、全然お金にならないのにいいですよって言ってくれて、でその時がもう異常なぐらいやってくれたの。もう異常なぐらいやってくれて、面白かったね、うん、それも多分意識の上では恋愛は上がってないけど、多分ものすごいガイドからの圧力がかかってたと思う、で私も多分意識の上には上がってないけど、すごい圧力がかかってたんだと、今考えると天使たちからとかいう、この人だよっていうので、それでなんかものすごい、この人は尋常なじゃないいい人だって私が思い始めて、でその頃はもう離婚していて、でふーちゃんもなぜか分からないけど、ものすごい手伝わなきゃって思ったのね。なんかね、なんだろう、その神宮前あれ海外館前か、の並木通りってあるじゃないですか、あそこで、いわゆるファッションショーみたいなことっていうのはもう今回で最後かくらいに初めてです。交通ストップして、ストップして海外館の銀、それができるのはね、並木通りみたいなね、あんなところそこで50人のモデルを使って、ゲリラでグワーって50人が一気に出てくるっていうファッションショーをやった。そう、それもですね、いろんな人のね、なんかこうヘルプがあって、すごいチャンスをいただいて、もう後にも先にもまずないだろうっていう、その外の、並木通りをね、全部使ってっていうのは、で、その時に一緒にできたんだよね。そう、それで私は、あれ？と思った。なんかえっていう気になってきて、なんかなんだっていう気になり、初めて意識の上に上がってきたら、でなんかいろいろ美術館一緒に行こうとか終わった後もなった時に、なんかパッパッと思い出してきたんですよね、過去の、過去生のこと、であの時も一緒にいた、あの時も一緒にいたっていうのをパッパッと思い出してきて、いや多分これは、
今この人生に生まれ変わってきて必ず一緒に何かをやるべきだってすっごい分かったの、ね、それを伝えて、そしたらふーちゃんもなんかそんな感覚でいたみたいなことを言ってくれて、それで一緒にいるようになったんだよね、そうだね。なんか二人が、二人が一緒に行って、なんか一つのものをね、作り上げていくっていう感じはすごい自然な感じなんですけど、じゃあ最初からそういう感じだったんですね。あの、そうだね。カップルになって、夫婦になってから何かを一緒にやろうじゃなくて、こう何かを一緒にやるっていうことを先に知り出して、で、やっぱお互いのパートナーはお互いでしかないみたいな。そうだと思うな、なんかね。なんかね、あの、なんだろう。いわゆるビビッときたとかなんかよく言うじゃないですか、恋愛とかでは。ビビッときたっていうよりは、なんだろうな、ちょっと違うニュアンスだったな。そう、あの必ずしもツインソウルとか、あのそういうのを見つけるときに感じる感情っていうのは恋愛だけではない、必ずしもそうじゃないから、すごい広い目で見といた方がいいですよ、皆さん。でも、でも恋愛感情っていう感じとは二人はちょっと違う。違う、最初は。最初は。何かものを作る、一緒に何かするっていうのが最初で、それですごい助け合って、すごいなんかこう、なんだろう、一緒に波長があっていったんだよね。それで、後で恋愛感情が出てきた。あ、ちゃんと恋愛感情は後から出てきた。でも変な話、お二人ともこうクリエイターで、いろんな人といろんなものを作るお仕事じゃないですか。その中でやっぱりでも自分のパートナーはこの人だって一人ってこう合致したみたいなのが不思議ですよね。恋愛感情はどちらが先に気づいたんですか。どちらのな。私の方が初めに伝えてました。こんな風なことを思い出したって、思い出して過去もこういうことがあったっていうことを、一緒に何回ものせいで一緒にいたよっていうのを伝えてました。僕はその時にスピリチュアルの素の字もしなかったんです。で、どう思いました。ああそうなんだって普通に受け入れて。あ、受け入れたんだ。あ、なるほどねってね。なんかあの、なんだろう、僕はなんだろう、あ、なんだろうな、こう一番最初に自分が、あ、この人と いたら、もう感情から何からすごいフラットになるって思って。フラットになる。フラットっていうのは、なんだろう、優しくなれるだったりとか、すごい幸せになれるみたいな感じなのかな。なんか自分がなんかいろんなことがモヤモヤとしたものがあったとしても、なんかこの人と一緒にいると、なんだろう、そんなのがなくなるみたいな、っていう感覚がものすごいあって、あ、こういう人って初めてかみたいな。なんかこう喋っててしっくりくるっていうのかな、なんだろう、そういうものを、なんだろう、あって、だからビビッとこうやって来たからもうこうみたいな感じっていうよりは、もう徐々に徐々に来てピタッて感じ。なんか恋愛ってこう上がったり下がったりするじゃないですか。あとね、今文人さんが言ったみたいな印象ね、意外とリカさんはいろんな男性からそういうこと言われたりとかないですか。君といるととても僕は本来の自分に戻れるんだとか。どうなんだろう、あんまり覚えてなくて、普段ボケとしている女性、どうなんだろう、そうかも。で、多分、こういう女性の方はこうメラメラ的な男性から見てね、ぜひとも一緒にいたい女性なので、そうなのかな、なんだろうね。なんかね、全然なんか僕はもう、あ、なんだろう、自分は自分のままでいいやって、で、なんだろう、すごくもうガーンとして仕事やってたりとか、もう完全なんかそういうふうな、なんだろう、自分の自己ワールドみたいな感じで仕事をやってたりとか、やっぱり自分のペースみたいなのを保ってやってたけど、そのペースだったり何だったりとかもう関係ないっていうわけじゃないけど、あ、このままでいいのかなみたいな感じの、なんかこうフラットさみたいな、な感じにこう思わせるような感じの人だなと思って。あ、最初はそうじゃなかったんですか。最初はどっちかというと完全こうやっぱ仕事モードみたいな、でなんか、あ、一緒にやれんだ面白いなみたいなところからだったし、やっぱりクリエーションするのが好きだからっていうのもあるけど、それ以上に何だろう、自分からもやっぱり踏み込んでいかなかったっていうか、まあ結婚してるしなとかいろいろあるだろうけど、でもなんか
あの、いや、離婚したんだよねみたいなポロって言うから、うん、あ、離婚したんだってあれみたいな、あ、そうみたいな、なんか、なんかあの鍵が開いたのかわかんないけどね、なんかそんな感じでタイミングが来たみたいな感じですかね、うん、そうなんだね、うん、そうね。あとはふーちゃんはもう小さい時からサイキック能力あったけど、うん、そのスピリチュアルってことを知らなかったの。何もね、そういうの本読んだりとかそういう世界知らないでクリエイターいたら、うんうん、そういうことがスピリチュアルとかそういうこと全く知らないけど、うん、私はもう昔からすごくよく知っててよく興味もあったので、うん、突然あの水晶をプレゼントしたの、うん、その手伝ってくれたお礼と言って、うん、その時のがもうキョトーってしてて、うん、口目まん丸開いて何みたいな要はそのファッション業界とかってスピリチュアルの素の字もないから、うん、特に男性だし、うん、これ何みたいな感じで、だけど私はとにかくあの自分のその思いとかに信じることに素直に行動ができるタイプなので、うん、女子って割とえこんなの開けたらどう思われるかなとか、うん、惹かれるかなとかって思っちゃうけど、うん、私は割とスッと行動するから、うん、それもすごいびっくりしたみたいで、うん、でやっぱりその案の定分かる、触ってると分かるから、うん、その石がすごいなんかこう気に入って、今ではもう私より全然クリスタルのことはよく分かってるんだけど、そうね、そう、なんか分かんない、なんかお守りみたいな感じで最初は持ってたんだけど、はい、もう持ってるともうビリビリ感じたりとかあったかくなったりとか、その日によって違う、うん、で、うん、クリスタルってすごいだからなんか電波みたいな感じでアンテナみたいな感じに取ったりだとか、うん、いろんななんかこういろんなこう機能を持ってるっていうか、うん、なんか意識だよねやっぱね、そういう意識の伝達みたいなのがあるからすごい、あのなんだろう、手をかければ手をかけるほど物事を教えてくれたりとかってするじゃないですか、なんかそれが分かってきて面白いなと思って、でこの子はこの子はとかってセドナリとか行ったらね、いろんな石触っていろんなこうあれでね、あったけどね、そう、うん、でクリスタルはプレゼントするってすごくつながっていく、安い、うん、私にも持っていってクリスタル、うん、で私が持っていたクリスタルをプレゼントして、うん、すごい大切にしてくれたらつながりやすい、うん、私の持ってるクリスタル、分かる、だからそれはすごくいいことかもしれないです、うん、なんかクリスタルって骨と共鳴するらしいんですよ、だから離れてても自分の中と共鳴するので、でもなんかそんなみんなじゃあプレゼントしちゃうじゃないでもそれをもらって嬉しいと思うかどうか、うん、結構違いますよね、でもその相手が嬉しいと思うかどうかを考えちゃうと伝わらない、うん、あ、そうなの、そう、相手がどう取るかっていうことを思っちゃうと、うん、もう、もうダメ、だから私はそれをやらないタイプなので、うん、もう自分のこれは本当にこの子や、この子が絶対ふーちゃんに合うと思ったら、うん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 、もうそのまま私は何も相手がどう取るかなって、うん、その時はもう絶対に不思議って思われるタイプだから、うんうん、ファッション業界でクリエイターで、うんうん、スピリチュアルの素の字もない人に突然こんな大きいクリスタル渡したら何これって絶対思うはず、うんうんうん、だけど私はそんなこと一切考えないで、うんうん、あの自分のが感じたこと、うん、ひらめいたこと、直感的なことを100信じてるから、うん、もうこれ100信じてるんだ、うん、もうこれくーちゃんって思ったら、うん、もうそのまんま伝えて渡す、そのクリスタルはじゃああげようと思ったんじゃなくて、うん、こう見た時にあこれふーちゃんにあげよう、あそう、いくつもあったクリスタルの、うん、私のクリスタルのこの中から、うん、これ絶対これふーちゃんって思って、うん、お礼に何かあげたいけど、うん、なんか何かを買ってプレゼントするんじゃないなって思ってたら、うん、あこの子絶対ふーちゃんって思って、うん、そのワクワクした気持ちそのまんまを渡したの、うん、そしたら突然びっくりしてこんな水晶もらってるから、うん、何これみたいな、うん、はみたいな、すっごいびっくりしてたけど、うん、とにかくあのクリスタルってすごくいい石 で、うん、でこれも絶対ふーちゃんの石だからって言って渡す、ふーちゃんが持つべきだからって言って渡す、うんうん、はぁみたいな、最初なんか名店だったもんね、ああいう意味もわからない、うん、そうですね、アクセサリーでもなんでもないんですよね、そう、ただこんなでっかい、こんな、ほんとこれぐらいの石なのを突然渡されてるもんだから、みたいな、でも私は絶対に
こう直感的にこれって思ったものに対して相手がどういう反応をするかを考えたら、うん、それはそこでエネルギーが落ちるから、うん、全てエネルギーだから、うん、私のそのもう直感でこれって思ったそのエネルギーのまま渡すプレゼントは絶対そうした方がいいですよ、うん、相手がこれどう思うかなとかって思うと、うん、そこでエネルギーが半減するし、うん、それで迷いながら渡すっていうのは、うん、もう迷うエネルギーを渡してるのもだから、うん、じゃあなんかいわゆるあのモテテクとか小悪魔テクとか、うんうん、全くあれですね、うんうん、ダメですね。そうね、そうあの逆に見抜いてると思う。そう、世の中の人が、うん、全てエネルギーだから、うん、なんかやっぱりその使う。そうだね、うん、あのすごい内から来るっていうのが分かるかも。うん、だからすごくなんかそういう風にもうなんだろう、いわゆるこうこれがすごいんだよねっていう本心から来てるようなもののキャッチの仕方っていうのは絶対わかると思うけどね。でね、みんな意識はしてないけど、うん、本当にエネルギーだから、うん、本当にそのまま伝わってる。でもそのクリアな状態に持ってってそのまま渡さないと、うん、なんかほら自分がこうしたいこうしたいっていうのがあんまり強い状態でそれをやれると結構相手しんどくないですか。だからリカさんはそっちの自分メンテナンスじゃないけど自分をクリアにすることを普段すごく心がけてるんですか。うん、クリアにするというかやっぱり知って信じて愛してるからそのまま行動するだけ、うん、クリアにしなくても全然そのまま行動するだけ、うん、それが自分のエネルギーだから、うん、でもみんな全然、うん、みんな私が特別しても何でもなくて、うん、全員ができる全員ができる全員ができることなの本当に。ただそこに自分に対しての疑いが入るから、うん、疑いが入ります。そう、疑いが入るからそれをフォローしようとしてテクニックを使う、うんうん、いや私すごいテクニック知ってますよ、いろいろ本当に。でもね、それを使うと、うん、最初は良かったんです。最初は私自分が嫌いなところから入ってるので、うん、テクニック使わないとうまくいかないんですよ、人との、うん、でもテクニックを使うと、うん、一旦すごいうまくいくんですけど、うん、結果的に不調和が起きるんで、うん、もう男性がみんな騙されたと、うん、あのいつの間にか、うん、なんか君のこと好きなような気分になっていたけれども、うん、それは違ったって言ったんですよ騙されたと。だからね、テクニックはね、うん、一旦いいようでやっぱりちょっとコントロールになるのかな、うん、でも私良かれと思ってやってたんですけど喜んでるんですよ、みんな、うん、一旦すごい喜ぶんですよ、こう天高く舞い上がるんですよ男性っていうのは、うん、こういうこと言ったら喜ぶみたいのがたくさんあって、うん、もう本当にあの真面目に勉強したんですね私。分かる分かる、うん、私もそういう時あったもん。ありました、リカさんにも。いつからじゃあ。私は人生の午前若い時は、うん、もう全然そういう風にやっぱりやってたし、うん、あのこういうことを言うと喜ぶからって言ってやってたけど、うんうん、それって結局は自分じゃない、うん、自分っていうことが私ってすごく大切、うん、私を押しのけても相手にこう好かれることだけを 100% エネルギーを渡してたら、うん、自分のエネルギーがどんどんなくなっていって逆にすごくしんどくなるし、うん、すごく辛くなったりとか、うん、悲しくなったり不安になったりして、うん、それをまた相手に求めようとするから、うん、相手はっていうあんだけくれてたのに今度あげなきゃいけないのみたいな形になっちゃう。わかる、すごい謎が解けて今、うん、そう、それがあの人生の午後になるにつれて、うん、いろんなことを経験し、うん、やっぱり本当に上から私は教えられて、うん、で、あ、そうかそうかって本当にまずは自分を知る、信じる、愛するをやったから、うん、私は今誰がいなくても 100% なのね、うん、誰がいなくても、うん、誰がいなくなっても 100% だから、うん、あのそのまんまで伝えられるし、うん、無理をしてないから、うん、すごく全てがハッピーになる、うんうん、ただもう全然なんか補ってもらう必要もないし、うん、あの全然渡せるし、うん、っていうそんな循環がとてもいい状態。やばいですね、私こうイケメンに5人に会ってきてね、うん、すごい素晴らしい話を聞かせていただいてたんですけど、うん、女性と男性の違いと、うん、女性と男性がどういうふうにこう世の中をアップさせていくかっていうことに迫ろうと思って、うん、イケメン5人を渡り歩いてきたんですけど、うん、最後にリカさんからその答えがイケメンとセットですごいですね。なんかそれをすごくここのところ探していって、うん、自分を愛するっていうことと、あと、うん、もちろんね男性がいらないってわけではなくて、うん、この一緒に何かをやっていくっていうのは地球のために今すごい必要なことじゃないですか。だけど男性に合わせるのではなく、うん、愛してもらうのではなく、うん、自分一人が 100% の状態で
つながっていって共振し合う、うん、ふーちゃんもふーちゃんで 100% だから、うん、すごくあの波が私たちすごくいいの。そうですよね、うん、でふーちゃんふーちゃんで欠けていたら私に望んでくるじゃない、うん、そうですね、愛を欲しい愛を欲しいって、うん、それだと私はふーちゃんに一方的に上げていくことになる、うんうんうん、私はまあ 100% だから上げられるけど、うん、やっぱりバランスは崩れる、うん、でその力関係になってしまう。そうですね、力関係になりますね、うんうん、どっちかが上でどっちかが下でって、うん、こういうふうに力関係になってしまう、うん、だけどふーちゃんも100だから、うん、あの時には私も人間だから欲しい時はくれるし、うん、時には彼も人間だから欲しい時はあげるし、うん、っていうすごいバランスが取れていく、うん、違うね。ふみとさんはいつぐらいからその自分、うん、あ、でもりかさんと出会ってフラットみたいなことを意識するようになったんですかね、うん、あー、どうだろう、フラットというよりはそのなんか男性がこう上がっていく時のエネルギーっていうのは、うんうんうん、結構こうなんていうか欲しがるエネルギーじゃないですか、うん、女にモテたい、ね、まあ文子さんは女にモテたい、うん、まさらなかったかもしれないですけど全然なかった、うん、そう認めても認められたいとかだから、ね、それよりも自分はこうしたいっていう例えば仕事でも何でも、うん、ずっとやっぱり作っていくものが好きだから、うん、そのものに対してまっしぐらにずっといたかもなと思って。例えばもともと映像を作ったりとか、うんいわゆるグラフィックをやってたりだとか、うんその空間演出をやったりとかって、うん、とにかくでも何かを作っていることを常にやっていて、うん結局だからなんだろう自己表現なんだよね、うん、なんかそのクリエーションすることに対して自己表現をどういうふうにやっていくかみたいなものをとにかく自分がまっとうにこうやっていきたいって思ってるからこそ、うん、なんかその女性がとか男性がとかっていうふうなよりもなんか自己表現をこうしていくようなことに対してなんかこうやってるっていうふうな感じかな。なんかそれに対してなんか自分が、うん、ふと自分になれるっていうふうなものが知ったのがやっぱりそのリカちゃんと会ってからみたいな感じかもな。それまではどっちかというとこれはこうだからっていうふうなもののなんかこう観点っていうちょっとやっぱりなんだろう、 こう現実まみれっていうわけじゃないけど、やっぱりねプロデューサーだからお金だったり人だったりとかいろんなものもやっぱり扱わなきゃいけないけども、もちろんそれはそれで良いというかもうそれがまあ現実社会で言ったらまあ普通かもしれないけど、それプラスやっぱりもっと自分のこっち側を広げていく。クリエーションってやっぱりこういうふうに物を見て物を作っていくみたいな感じなんだけど、これにプラスやっぱりこっち側というものをもっともっと広げていくっていうふうなものを知れたのがやっぱり彼女と会ってからっていう。すごい、うん、だからなんかこうなんだろうな、こうスピリットとこう会話してるような感じ、スピリットと物事を作るような感じを生み出したいと思って、まあ、ちょうどまあそのちょうどっていうわけじゃないけど311のきっかけがあって、はい、なんか僕もなんだろう、311が福島でその原発があってみたいなことがあったから、はい、僕はその実家が福島だからっていうのもあって、はい、やっぱりすごいなんだろうな、こう自分に戻るというか、うん、まあ実家の福島自体がそうなってるっていうのもあるだろうし、うん、自分の今仕事っていうふうなものに対してもやっぱり向き合うこともあるだろうし、うん、でなんかいろんなやっぱりそういうふうなものをちょっと経て、あ、やっぱり自分が自分であることっていうふうなことと向き合うことに対してやっぱり今度はどういうふうに表現していくかっていうこと、うん、この体を持ってるからこそやっぱりこういうことをやりたいとか、うん、っていうものをやっぱり素直にやっぱりやっていくべきだなって、なんかこうちょっとやっぱり仕事をしながらってちょっとやっぱり追われたりだったりなんだとかするけど、まあそれはそれでいいとは思うけど、もっとそれ以上になんかこうやっぱり人生、自分の人生だからこそなんか一歩自分でこう視界を広げてっていうふうなことをやっぱりしたいしと思って、はい、だったらちょっともういい機会だから会社を辞めて、はい、で自分で好きなことをやって、はい、で実家にもちゃんと行けてみたいな、はい、そういうふうななんかこう環境を自分で作ろうと思って、はい、12年くらいかな、ずっとやってた、まあ、順風満帆でずっとやらせてもらってた仕事も一回ちょっとそこで、うん、会社というふうな勤めは一回区切り、うん、でまあもちろん、ね、順風満帆で行ってたからこそっていうのもあるかもしれないけど、うん、まあ、今もまあ仕事をやらせてもらい、うん、でまあリカちゃんとも洋服っていう風なファッションのブランドをやりながら、うん、っていうね、うん、感じでやらせてもらってるっていうのがね、
素晴らしいですね。はい、ではちょっと私たちのやってるスクールのお話をさせていただきたいなと思うんですけど、はい、さっきもお話の中に出ました、3年前に自分を知って自分を信じて自分を愛するっていうのがそんと落ちてきてから3年間かけていろんなこうカリキュラムが降りてきたことをもうこんな膨大な資料に書きため、はい、すごいね、このぐらいあるね。そう、それと私が実際私は24歳から起業して、はい、自分のブランドを立ち上げてから、うん、ずっと今いるので、うん、本当に自分の夢を全て叶えてきたんですね、うんうん、でそれに対して、とても起業、ビジネスもやっていたので、うん、クリエイター兼、うん、ビジネスもやっていたので、うん、その間もう興味のあるセミナーは何千万かけて出るんですよ、うん、海外の方のものから、うん、日本のすごい方のものからスピリチュアルなものから自己啓発のものから、でその中で自分が実際に使ってもう100素晴らしいっていうものも入れたんです、うん、売れてきたものと自分が実際にこの現実で使って素晴らしいって思うものを入れ込んで今作ったのがそのメソッド でそれを、4ヶ月間18回にわたって本当に家族みたいにしてもうそう、でも多分今出会う人はみんなソウルメイトなので縁のある人しか出会わないので、そういう方々に、伝えていってるっていうスピリチュアルクリエイティブリンクっていう、スピリチュアルとクリエイティブって同じだと思うんですよ。内側で自分の人生をデザインし作っていくっていうことなので、それをつなげるリンクするっていうスピクリンクっていうスクールを、スピクリンク、うん、おスピクリンクっていうスクールをやっていて、第1期生が7月7日に卒業するので、第2期生の募集は、今やってます。はい、はい、何月から始まるんですか？8月から8月から8月の中ぐらい、来月じゃないですか？そうなんですよ。みんなじゃあ早く申し込まないと。ぜひぜひ、リカ、フミト&リカのブログ、リカ&フミト、リカ&フミトか、のブログでスクールで見てもらったら分かるね。スクールで見てもらったら分かるので、はい、ぜひ見てみてください。スピクリンクで検索しても出てくる？出てきます、はいうん、はい、カタカナでスピクリンク、はい、そうです。それが一番いいかもしれない、うん、ね、うん、そうですね、新しい言葉だし、うん、ね、うん、そうなんです。なんかいろいろすごい面白くて、はい、自分を知るってなったら、はい、じゃあどうやって自分を知るかって言ったらっていうふうな、いろんなこう問いだったりとか、もう自己セルフプロデュースみたいな感じで、うん、ヘアメイクの授業があったりとか、本当、スタイリングで、じゃあ自分は何色が似合うかとか、どの色を問い入れたら自分がもっと輝くかとか、その自分、やっぱデザイナーだからね、デザイナーの観点からクリエイティブもすごい、生活をクリエイティブして、そう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 、あとはその量子物理学の先生呼んできて、うん、いかにこの現実が自分が作っているかっていうのを物理学の視点から教えてもらったりとか、うん、いろんな面白いワークがあったりね、うん、あとはその本当に深く根付いている自分が持っている制限、うん、もう昔生まれてから今まで生きてきた中で、うん、何々はできない、私はこうじゃないといけないっていう、いろんな制限を外すワークとかするんですよ、うん、その時はもうみんな号泣で、もうすごい熱気で外していって、うん、その後アイスローを入れていくっていう、なんかすごいもう体力、体を使ったワークとかね、うん、本当に全員が全員エネルギー一人に一人ずつやるので、うん、だからすっごい少人数制なんですね、うんうん、だからすごい私たちも本当に家族のように、うん、でも1期生卒業式はその後も会える機会作ってくださいって言われていて、うん、なんかもうじゃあ家族のように会って報告し合ったりしようかとは言ってるんですけど、うんうん、そうね、じゃあ大きな家族ができてくる、そう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 、地球全体でも家族ですもんね、うん、今の地球、このエネルギーだからね、うん、どんどん本当の自分っていうものを生きていってほしいなって思って、うん、もったいないですもんね、うん、今この地球に生まれて本当の自分生きてる人と、そう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 、そうでない人がいますからね、本当にそう、でもここに
みんな生きてるってことは、ね、新しい地球を経験したくて生まれてきてるから、みんなこれはフェスティバルだから、うん、本当に気がついて生きていくっていうのが本当にやってほしいこと、なんかスピリチュアルな修行って楽しくやってる人と苦行をしてる人と、あ、それあるかもね。ね、やってることは同じかもしれない。やっぱり真剣にやらなくちゃいけないじゃないですか。やらなくちゃか、まあでも真剣に思いっきり楽しくみたいな感じですかね。そうそうそう。ですっごい昔と違ってもうシンプルで簡単だから。簡単。簡単。私がまだこう20代とか夢に向かって行ってた時代は。やっぱり難しかったし、すごい大変だったし、努力もしなきゃいけなかったけど、今は簡単です。え、これなんでですか？やっぱあの空気の感じがでも変わってますよね、光も違うし、太陽の光も違うし、違うし、本当にここら辺にあるエネルギーも違うし、違う。これやっぱ次元が変わったってことなんですかね。もちろんそうですよ。そこにどう周波数を合わせていくかですから、思いが乗りやすくなった。前はやっぱりそれなりの行動をとって自分がそこまで近づかないとなかなか乗らなかったものが、結構本当にカチャッと、そうそうそう、簡単です。シンクロニシティが起きるのも簡単だし、そこに本当に周波数を合わせて、チャンネルを合わせだけ、チャンネルを合わせたけ、なんか最低限やらなくちゃいけないこととか、そういうのとかはないんですかね。本当に全く。でも行動はやっぱり思ったこと行動した方がいいですよね。絶対そう。あと制限を外す、観念と制限を外すことは本当にやってほしいことです。だから、あの、あ、そうそう、この、あの今度ある7月の10日の、はい、あの無料のセミナー、はい、やっぱスピアネで、はい、それをその時にもヒントをお伝えします。2時間もないので、はい、もうほとんど全部はもちろん2時間では伝えられないけども、ね、ヒントは伝えます。赤坂、赤坂区民ホール、だっけ7時から7月10日ですね、はい、私もお手伝いに行ってます。はい、赤坂区民センター4階の研究室、7月10日の19時から7月10日の19時から。もう結構埋まってるので、ね、もうあの30名様で締め切るので、はい、あの皆さん早めに申し込んでください。やっぱスピアネ、テーマ別セミナーですね、はい、あの無料でどなたでも参加ができます。Facebook でこうそれで検索してもらえれば出てきます。やっぱスピアネンで検索していただけると7月10日のが出てきますので、ぜひ参加してください。そこでヒントは本当にお伝えしますので、制限を外すこと、そう、制限を外すことと自分が何を望んでいるかをはっきりすること、はっきりすること、はっきりすること。これ意外と自分が何を望んでいるか知りたいけど、分かってない。そうなの。それも、あの、分かるように導くことができます。スピクリンクではね、スピクリンク、あ、でも、あのスピアネでも時間が許せばできると思っていて、そこまでやりたいと思っています。あの、フミトさんがサイキックで、フミトさんがこう具体的なことをすることが多いんだけど、でも私も十分リカさんもサイキックだと思いますけど、でもお二人の役割分担もですね、なんか面白い感じですね。どっちかというと僕はボディーワークとか、はい、そっち系が、あの、できるんですよ。でもやっぱりメンズっていうわけじゃない、男性ボディーワークできる人いっぱいいると思うんですけど、はい、別になんか僕は誰かに習ったとかそういうふうなことではなくて、なんだろう、直感的になんかこうやってるっていうふうな感じで、昔ずっとやってる、そう、なんか、あの、結局誰かに習ってどうっていうふうな感じになると、いろいろやっぱりこう経験値のなんかあるでしょ、制限がそれこそできますね。制限みたいな、で、なんだろう、僕はよくわかんないんだけど、第一チャクラから第七チャクラまでがあって、色がこうだとかってありますよね。それもあれだと思います、けど僕はなんかこう感じるのは逆に下から青いものを感じたりとか、上から赤いものを感じたりとかっていうのもあるから、天地が逆だったりだとか、教え、いろんななんかこうやっぱりワーク的なものあるかもしれないけど、教えが全てそれが100、それがそうかって言ったらまたそれも違うだろうから、その時のその場のエネルギーと、その、まあ、スピリットのエネルギーとかっていうふうなものに対してこうボディーワークをやったりだとかっていうふうなことを常にやっている感じ。いや、私びっくりした。この間のスピナビナイトで、あの、フミトさんがクリスタルボールやってくれたじゃないですか。あんなクリスタルボール聞いたことないもん。あれも誰にも教えてもらってないし。へー。自分でシャスタに行った時に、もう惚れ込んで買った。買って帰ってきたよ。それが初めて。へー。ふーちゃんは全てこう見えている。エネルギーの
が見えてるから、うん、私もリカちゃん左にオーラが偏ってるよとか、うん、体調悪い時とか、うん、あのふーちゃんに、うん、あのこのサイキックサウンドチューニングっていうのを自ら編み出してやってるんですけど、それはサウンドチューニングはクリスタルボールとか使って、シンギングボールでフィジカルの この音を聞くんですよ、まず。でそれを、弾いたところに対して今度は、いわゆるなんかこう肉体みたいなのが、うん、そのシンギングボール、うんうん、それから、音叉、うんうん、音叉も2つやり方があって、聞かせるタイプと、うん、あの体に入れるようなタイプ、うんうん、で、このなんだろう、いわゆるオーラ的なものに関してはクリスタルボールをやったりとか、うんうん、でもうエネルギーの流れが滞りも全部見えてるので、うん、ここにエネルギーが詰まってる人とかをここに、うん、あの音叉を入れてパッてキュッ飛ばしたりとか、うん、なんかもうほんと独自なことを、うん、あんまりやってないんですけど、うん、セッションは忙しくて、うん、でもセッション来た人の次の日に、あの多分ガーディアンジェルの名前聞けるよって言われたら本当に聞きました、うん、本当に声が初めて聞こえましたとか、すごいいろんなことを後でフィードバックもらう、うん、でそういうの、そういうのもふーちゃんのエネルギーをコントロールするだけでつながったりもする、うん、なんかいろんな、なんかそのやっぱり望みをどうかっていうのをはっきりして、うん、でそのリクエストっていうふうなオーダー表にはリクエストを書いてくださいって言ってるんだけど、うん、そのやっぱり体調の不良的なものもあるかもしれないけど、うんうん、それよりもなんかこう自分の望みだったりとか、うん、自分の好奇心みたいなものに対してのなんかこう意識をこう開花させるみたいな感じのこともできるし、うん、完全に体の治療でくるっていうのは針師でもないし、ね、うん、鍼灸師の方とかね、ヒーラーさんよく来る、うん、が逆に来る、やっぱり、うん、ヒーラーさんこそヒーラーが必要だから、うん、まあそうですね、 だけどねなかなか耐えれなくなるんですよ、うん、人にねそうだからなんかそれこそやっぱりこの人はこうだっていういわゆる再認識みたいなのがブロックしちゃうんですよね、やっぱ自分はね、だからそういうふうなブロックっていうのをクリスタルボールはすごく制限を外せるんですよ。あ、それを聞いてるだけでね、やっぱりそのなんか緊張感がやっぱ途切れるんですよね。うん、ね、すごかったあのクリスタルボール、なんだかわかんない、なんだかわかんなかったけど、なんかクリスタルボールっていう概念じゃなかったですね。でもあれほら裏でやってたでしょ、ふみとさんが、なんかそれもまた不思議な感じ、本当にやってんのかなみたいな、何かが降りてきてやってるんじゃないかみたいなね、そうね、ね、もう本当にふーちゃんはヒーラー、サイキックヒーラーさん、よくわかんないんだけど、その要はヒーラーって、でもヒーラーなんですっていうのがちょっと俺の中ではまあ理解できなくて、あ、まあ、そうですね、そうですね、まあね、いろいろ使い古された言葉ですからね、そうね、なんかそのやっぱりそのこうなんだろうね、ボディなんかエネルギーをとにかくそのなんかただ単にこう膨張したりだとか、うん、なんかそういうふうなものに対してこう整えるみたいなものに対し、するなんかこうエネルギーのこうバランスをこう調整できるような味ができたり、エッセンスを入れることっていうのが多分、意識を入れるとかスイッチを入れることが多分できるようなことが、あのただ単にそれをこうエネルギーとしてこう使い分けてやってるんだろうなって自分では思っている、うん、けどやっぱそれはあの例えばリカちゃんがこう来たとしたら、リカちゃんのその意識を動かせるためにそのスイッチを入れてあげるみたいな感じだと思うから、ただそれだけだと思ってるっていう、私は表参道にね、昔ヒーリングサロンを開いてたことがあって、はい、その時は私ミディアム体質なんですよ、はいはい、バスでミディアムなので、はいはい、受けちゃう、うん、でそれ知らなくて自分のことを、なんで私はなんかこう、まあ、アロマとかも、あの資格を持ってるので、やってあげるとそのドラマみたいな映像が見える、なんでこうなってすごい疲れるんだろうって思ってたら、自分がそういう体質だっていうことを後から分かって、でもふーちゃんと一緒にいるようになってからは全く受けなくなった、そういうものを、もうしょっちゅう受けてはなんかこうなってたの、だから渋谷とか行けなかったのに、ふーちゃんと一緒に行くなら行ける、全然なんか大丈夫だ、だからなんかこう結界張るみたいなものも自ら分からない間にやってる、そうですね、なんか空間に対しての影響力というか、そうだからすごい安心して、あのこう磁場が狂ってるような場所でも私行ける、一緒だと一緒に、
リカさんが不安不安のままでいられるんですね。そう、なんか本当に不安のままいれるね。私本当に受けるので、受けちゃうのが本当安心できる、一緒になってから。なんか二人のバランスが絶妙ですよね。嬉しいね、ありがとう。なんかもともと私あのゆっぴーちゃんから高尾の方に住んでるね、もうすっごい素敵なヒーラーご夫婦が、あのスピンのミナイトのパネラーさんでいらっしゃるから、絶対会いたいんだって言ってて、でそれを知らずにね、あの2人との打ち合わせの場に行ったんですけど、見た瞬間にああこの2人だと思って、もしかして高尾にって言ってた。ありがとうございます。そうだね、なんかぜひ皆さん、なんかこのお二人に会いに来てもらいたいですね。あ、嬉しいね。ぜひぜひ、嬉しいね。なんか新しい世界の幕開けじゃないですけど、あ、こっち行っていいんだなっていうことを、まあ、許可してもらうっていうのも変な話ですけど、見せてもらう感じですかね。ありがとうございます。なんかもうすでにクリエイトされてるお二人が、こっちだよ、こっちおいでよって手招きしてくれてる感じですかね。一番キンキンは7月10日。はい、はい、やっぱスピアネンのテーマ別セミナーですね。その後は8月のスクール。はい、8月のスクール、と、7月にいくつかね、ワンデークラスあるんですか。スクールが4ヶ月で長いっていう方に対してリクエストがあったので、1日でその制限を外すことを、1日でその望む現実を自分で作る方法っていうのをやります。はい、ちょっとこれはでももうだいぶいっぱいになってきてる感じかな。で7月27の方は望む現実を作るっていう方はまだ空いてるから、リカ&フミトのブログを見ていただければ。カタカナでリカ&フミトって何ですか。LICA&FUMITO で調べるとすぐ出てくるね、ブログで調べると。ブログでね、それかスピクリンクって開いてもらったらすぐ出てくる。あ、そっか、ね、でもお二人のブログ私読ませていただいたんですけど、本当にお二人の写真は全然出てないじゃないですか。あれもったいないですけどね。そうかも、ちらっとなんかプロフィールのところにちらっと載ってるぐらいだっけか。そうだね、そうかも、意外となんか印象が違うっていうか、あ、そうか、写真を載せた、写真があった方がいいかもしれない。文章自体、ブログ自体もすごく面白くて読ませていただいたんですけど、ありがとうございます、あ、そうだって、なんかお二人のこうビジュアルっていうか姿を見ればこんな感じ。そうそうそう、いやでももっとなんか2人で一緒に撮った写真が欲しい。だって2人で一緒にいるところを見れば全てわかるみたいなところあるんだもん。あの女性性と男性性とかこう調和とかそういうものが、あ、ここにあるんだなって。フォビカに掲載された時は2人の写真ありました。こういう感じかな。こんな感じ、かわいい。あ、そうですね、こんな感じで、あ、いい感じですね、一緒に乗るといいかな、ね、でもなんかやっぱり2人がくっついてるところも、やっぱりこの絵がやっぱりいいですね。そうか、なんか写真作ろうかね。ほんとほんと、2人でね、一緒にね、こうやってね、お話しされてるところすごい素敵なんですよね。ありがとうございます。あの、でも、リカさんがの個人セッションはないんですか。私はまだやってなくて、そのたまにでも話してたら、私は割とエンジェルとか妖精とか小人をすごい見るんですよ。あのチャンネルが多分違うんですね。彼は UFO とか宇宙人で、分かる、中継で、私ちょっと森な感じ、分かる分かる、で、妖精系と宇宙系なんですよね。そうそうそう、本当に。でもそれがまた、あの地球に根ざして、っていうのと、またバランスがいい。そうか、すごく。そう、だから私、もう本当生まれた時、小さい時から木と会話するような子供だったので、今もたまに話してると、その方の天使が出てきて、伝えてほしいことを言う時は、言っていいかなと思った時は、ちょっと待って、なんかねって言って言う時はありますけど、セッションはまだやってないんです。そうなんですね。でも、スクールの方では、スクールの方ではバンバン言いますね。そうですね。もう一人一人、大勢ではないんです。ものすごい少人数でやるので、一人一人に対して、
あのもう今出てきてこれ伝えた方がいいっていう時は言いますし、あの彼女の持ってる制限はそこじゃないなっていうのが分かるんですね、そこじゃなくてもっとあるでしょっていうのを引き出して手放したりとか、そういうことはやって、それセッションっぽくやってるね。そういえばね、そうだね、スクールセッションみたいなもんだ ね、 そうだね。何人ぐらいなんですか、こう10人以内みたいな。いないです、はい、10人以上になると見れないで、時間も1人にものすごいかけて制限を取るのでできないね。結構濃いね、ものすごい、もうだから私まで泣きそうに、完全もうこの辺までいっちゃうぐらい思うけど、ダメだ、私が泣いたらできないと思って、こらえ、次に行くみたいな感じ、たまに俺が笑いを入れながらしょっちゅうハグしながらもうやってる感じ。あ、そうそうそう、今までになんかこういうのないんじゃないかなと思う。やっぱりなんかね、要は生活こそがクリエーションなんだよね、クリエーションこそがスピリチュアルみたいなものだから、生きていく、毎日を生きていくことがスピリチュアルであり、クリエイティブだ、そう、だからなんかこういわゆるなんかスピリチュアルっていうふうなものっていうのは僕はあんまり分かんないっていうのは、そこでなんかこうそのワードみたいなものがとにかくなんかちょっと僕にはそのスピリチュアルっていうふうな語源のなんかこう使い方があまりよく分かんなくって、ね、っていうよりもやっぱり、やっぱこう魂の表現だと思うんだよね、なんか。そう、なんかいわゆるスピリチュアル自身にすごい制限があるじゃないですか、こうじゃなくちゃいけない、ね、こうじゃなくちゃいけないで、それはちょっとね最初の目的と違うんじゃないかなっていうのありますよね、なんかもっとカジュアルに、もっとこうクリエーションでワクワクするものに変えていけるっていうふうなものを自分でこう作っていけるこそがなんかこうそんな感じもするけどね。そう、もともとね私たち魂は 100% 光であり愛だから、スピリチュアルの素の字なんてそんないう表現なんてしなくてもそのものなんだけど、体を思って生まれてきたことで全てに制限が起こってきてるから、それをその本来の自分に戻していくっていうこと、それはでも生きている以上は日常を使わないと、だから それを伝えていってる、なんかこうスピーチャーっていうとこの辺でこういろいろ考えたりとか、この辺のことで日常全く違かったりするから、そうではなくてこっちをこう下ろしてきて、この日常体を使って生きていくことに使う、っていうことをしていくと本当に魂に戻っていける、じゃあ普段の生活でリカさんが気をつけてるとか、なんかこう生活でしてらっしゃることってどうなんですか、外側にくっつかない、外側にくっつかない、外側ってこの現実、今こう見え、目では見えてるけど、目で見えてるのはたった 3% で、あとの 97% って見えてないものが、もうひしめくぐらいあって、その 3% の外側にくっついてると、意識がね、次から次に起こる出来事があるじゃない、朝起きて何かがこうダメだったとか、携帯落としてしまったとか、あの人から電話かかってこなかったとか、いろんな出来事が次から次と、そこにくっついてると、今年は何も見れてないし、こっちを使ってない、からここでこうくっついて、こっちで何かやろうとしても絶対できない、絶対できないんですよこれは。だから、ここで物事を作ってるって感じ、ここなの、一番大事なのは自分の中で、中を使って外を起こしていくっていうことを知りさえすれば、本当に自分が起こしたい現実、その味わいたい出来事、全部起こってきます。シンクロニシティも頻繁に起こってくるし、ただ本当に眺めていればいいぐらい、今はすっごくシンプルで簡単だから、でもみんな本当に日常のこの外の出来事にすっごいくっついてるから、そりゃアップダウンもするし、そりゃ悩んだり楽しんだり、もう昨日いいことあったと思ったら今日悲しいとか、不安で不安で将来がしょうがないってなっちゃう、そりゃ外にくっついたくなる。外にくっつくって表現初めて聞きましたけど、こんなに分かりやすい、外の、まあ、現象にくっつくっていうことですよね。そう自分以外のものにくっつくっていうことですよね。感情の喜怒哀楽が激しいし、そりゃ大変だし、将来不安にもなる、そうですよね、外のものをいきなり外として見た時にはどうしようもないんですもんね、でくっついちゃったらもうそこから動かせないってことですよね。でもこの中に戻って
って、そう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 、クリエーションするところから自分でやっていけばっていう。そうそうなんですよ。で、この現実は自分で作ってる、クリエーションしてるんですよ、うん、まずそれを知ってほしい、うんうん、そこから始まります、うん、でその中で作り方、うん、外を作るのはどうしていったらいいのかっていうことを、うん、あの伝えていったらみんなできる、特別なことじゃない、うんうん、ふーちゃんのサイキックも私のその自転車とかのことも特別じゃないんですよ、みんなできること、もともとできたので、ただそう、ね、まあ、自己そのクリエーションだよね、そう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 、やっぱりだと思う。それこそそのクリエーションこそがやっぱスピリチュアルって言われてるようなものなのかなと思う。そう、その本当スピリチュアルってクリエーションだと思う。でもとにかくあの日野ぽこちゃんが一番最初に言ってた、うん、これからのその地球に対しての、うん、どうなったらこうなのかとかっていうふうなものっていうのは、うん、誰こそが、これよく俺とリカちゃんもよく言ってることなんだけど、うんうん、誰もが批判だったりジャッジをしなかったとしたら、うんうん、本当にいい世界になると思う、うんうん、だからこそ、なんだろうね、じゃああの人がこう思うからとかっていう自分さえも、うんうん、その自分がこう判断してるとか批判したりとかっていうふうなことを思われてんじゃないか、うん、思わないとかっていうふうなものが全部何にもなかったとしたら、うん、どんだけいい世界になるかって、うんうん、それをそれこそがやっぱり何、疑わない、うん、で自分を愛す、人を愛す、うん、全てを愛すみたいな感じなものが、うん、なかなかできないにしてもジャッジとか判断がなかったとしたら、うん、そこに多分そのスピリチュアルって言われてるものがあるんじゃないかって思う、うん、なるほど、その中自体に、うん、それこそがスピリチュアルだと思うね、うんうん、なんかこういう男らしい男性の語るスピリチュアルってあの本当に女性だけじゃなくていろんな男性にも聞いていただきたいし、こう頷けるし、いや本当に5人イケメンを渡り歩いてよかったですよ。なんか本当にでも女性も男性もどっちもね本当にいていいというか、一緒にやってもらっていいし、こうこの2人が一緒にいるこの素晴らしさですかね、うん、ぜひ2人に会いに7月、まず10日ですね、うん、赤坂、うん、区民ホール、はい、研究室、研究室、はい、4階研究室、7時ですね、4階研究室に、はい、あの なるべく、うん、あのお申し込みをして来ていただきたいと思います、はいはい、その後はお二人の、ワンデーセミナーと8月からのスクールの方でお二人にお会いできますね、はいはい、またスピリチュアル TV の方にもぜひ遊びにいらしてください。今日はどうもありがとうございました。最後に一緒にやっちゃったかありがとうございました。ありがとうございます。ひなここちゃんミュートだよ。あれ、音出てない。はい、今大丈夫ですか。あ、来ました来ました。すいません、また一人ごとというか、なんかあの口パクで喋ってしまいました。はい、いかがでしたでしょうか。今日の放送は、リカ&フミトさん、あの本当はイケメン特集の第5弾なんで、あのフミトさんなんですけど、あのリカさんとフミトさん、どうしてもなんかあの語呂的にリカさんの名前が先に出てくるんですけど、本当に素敵なお二人で、私このなんていうか意識ではもうこれからの世界はどういう風になっていくっていうのがすごく分かってるんだけど、現実に引っ張られるし、この現実とこのスピリチュアルな世界で意識で降りてきてるものとの折り合いをどう取ろうかなってすごい思っていたところで、それからなんていうのかな、これからの世界のこのパートナーシップとか愛のあり方とかそういうものに関してメッセージではすごい降りてきてわかるんだけど、現実にどうやってこうこれから入っていくんだろうっていうことでものすごい悩んでたんですけど、
すごい悩んでいて、なんかこう分かりやすい答えが欲しい、分かりやすい答えが欲しいと思ってたところに、この2人会った時に来たと思って、あ、こういうふうに立体的に分かりやすく答えをもらえるぐらいに今ってすごい簡単になってるっていうか、それぐらいダイレクトになってるんだなって、 今のメッセージってこうやって触って喋って質問してハグとかもできるんだなと思って、まだちょっとふみとさんとりかさんとはハグはしたことないですけどでも現実にお二人は本当に実際接することができるメッセンジャーなので、メッセージなので、ぜひ皆さんも直接会いに行って直接お話を聞いてみてください。一番近くだと19、20、21日で代々木上原でお二人の、イベント、お茶会&カフェバーのイベントがあります。こちらは占い師さんが出てたりとか、あとなんだろう、ヒーラーさんが来ていたりとか、もちろんお二人もいらっしゃいますし、あと限定のね、リカさんがデザインされたお洋服なんかも出てたりしますので、ぜひ興味のある方は行っていらしてください。先ほどチャットの方に Facebook ページの方を載せておきました。録画で見ていらっしゃる方は、録画の説明のところにも、イベントの、Facebook ページのイベントのページのアドレスをお載せしておきますので、確認してください。今日はちょっと私、喉がちょっと、今まで喋ってなかったんで気がついてなかったんですけど、今日はあんまり喉の調子が良くないので、カードのリーディングの方は、ちょっとテディさんの方にお願いしたいと思っております。テディさん、大丈夫ですか？よろしくお願いします。はいはいはい。ちょっと1分ぐらい待って、今ね。はい、1分待ちます。1分でも2分でも3分でも待ちますよ。ティディさんのタイの様子もね、放送録画でしていただけるんじゃないかなと思ってるんですけど、どうでしょうかね。この放送本当は先週のその前の週に放送するつもりで、7月10日に間に合わせようと思って7月、7月の最初の週に高尾まで取材に行ってきたんですけど、ちょっとテディさんの方がタイに行かれて、タイの方のネット環境が良くなかったというので、今週に持ち越してしまったんですけれども、リカさんとフミトさんは、やっぱスピアネンでやっているイベントの方にも、今、出演されていらっしゃいますので、やっぱスピアネのイベント7月10日にこの間無料セミナーが終わってしまったのと、8月にもまたイベントあると思いますので、ぜひ皆さん、いらしてください。やっぱスピアネのイベントはね、NPO 法人でやっているので、無料だったりとか、もしくは、寄付をね、500円お願いする。っていう形だったりとかで、すごくなんかお得なんですよ。青空さんですね。セドナシャスタツアーの青空さんがやっています。イベントになりますね。青空さんの方も、今週かな、オーストラリアにまた、ツアーで行かれるらしいんで、帰ってきたら、またゲストに、来ていただきたいと思ってるんですけど、このお二人の、リカさんとフミトさんの お話は皆さんもっと聞きたいですよね。どんな内容で次は取材をお願いしようかなと思っているんですけども、何かお二人に聞きたいことがあったらチャットの方で、入れておいていただきましたら、ちゃんと聞いておきますので、何かお二人に聞きたいことがある方は、ぜひチャットの方に書き込んでおいてください。七色ピピさん、おはようございます。お二人のお話はシンプルでよかった。そうなんです。わかりやすいんですよね。あ、どうぞ、テディさん。ああ、すいません。今ちょっとカメラやっとどうにかなりましたんで。はい、はい、いいですよ。あ、そこの二人、やっぱスピアネンの、青空さんが主催されてるイベントの方でも、パネラーをされてるんですよ。はい、
ね。いや、はい、イベントいっぱいでなんか出てきましたね、スピーチャーイベントね。そうなんですね、スピリチュアルイベントも盛りだくさんですけど、その中からいいものだけを選んでお送りしてますとか言って、カードの方をリストアップしましょうか、テディさん。あ、カード、あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですか、うん、順番にやっていきますよ。はい。じゃあこの後、私この後もらっちゃっていいですかね。はい、よろしくお願いします。皆さんまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はい、ティディがですね、今日はちょっとひなこさんが喉が悪いということなんで、代行で受けまして、カードの方のリーディングをさせていただきたいと思います。私もね、今日やると思ってなかったんでね、ちょっとびっくりだったんですけどね。まあでもまあこういうのもね、面白いかなと思いますんでね、やっていくと思うんですけどね。今日のね、人ね、僕ちょっといいと思いましたね、今日の映像の人ね。ちょっと本当はね、その10日ですかね、あったイベントのやつをちょっと取り行きたいなと今一瞬思ったんだけど、もう終わっちゃってる僕だからしょうがないなと思ったんですけどね。なかなか分かってる人だと思いました。ひなこさんのここね、今席も入っておりますけどね。気がついてないかな。あ、気がついた。今口押さえてます最近。はい、ミュートしとかなきゃダメですよ。と、はい、いうことでね、なかなか良かったと思います。あ、でもね、マスターゲートさんのとこ、私今タイ行ってきたからね。で、あそこでね、やっぱり教わってたことでね、やっぱり全ては自分の考えですっていう考え方があるんですよね。で、その自分の考えでそれで こだわっちゃうんじゃなくて、それをこう、なんていうかな、それをやっぱりそこにこだわるんじゃなくて、こうやっぱり実行していくっていうかね、ところがあって、そうするとね、やっぱり今日の話じゃないけどね、パン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 、僕も感覚ってあるんだけど、パン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 ってそれがね、できていっちゃうんですよ。何もこうテクニックとか使わなくても。で、昨日もあったしね、だびっくり、いろいろすごく楽でね、テクニックいらないんですよ。だからこういうことやりたいなと思うと、それがもう繰り広げられるだけだから、それに乗っていくだけなんですよ、ずっと。それだけで終わっちゃうんですよ。で、相手もいろいろそこに関わってくる、相手も実はそれを望んでる状態なんですよ。だからみんな OK なんですよ。僕も OK、相手も OK なんですよ。だからね、面白いなと思いましたね。だから本当にこれからの、ね、世界っていうのはね、もう本当天国だなと俺思った。天国しか、天国だなと。で、タイでね、高級ホテルに泊まってます。マサケさんと高級ホテルにみんな泊まるんだけどさ、タイの高級リゾートでさ、もうあれですよ、プールサイズでね、こういう三角形のこういう傘があるさ、下で、こうその水着でね、プールサイドで寝ててさ、それでウェイターの方がね、こうやって皆さんに時々ね、フルーツの盛り合わせ、こうやって用事が刺さったフルーツをこう持ってきてくれて、ね、いかがですかっつって持ってきてくれてね、それをこう食べるっていうね、すごい高級なね、感じを味わってきましたけどね。すごくありがたかったです。まあ、そこ行ってね、あ、ここ天国だなってちょっと思いましたね。いや、それぐらいね、毎日天国っていうかね、になっちゃいますよ、これから。そういうね、比率がどんどん上がってきちゃってるっていうかね。で、今さっき出られた方々、それも体現されてる方々なんでね、この2人のワークは僕いいんじゃないかなと、ちょっと今直感的に思いましたけどね。ちょっとまた機会がありましたらね、日野子さん と一緒にとか通じてですね、取材できたらいいなと思っておりますけどね。はい、それではね、カードを引いていきたいと思います。ご希望の方ですね、書いていっていただければと思うんですけどね。はい、京子さん、日に焼けて素敵ですね。ありがとうございます。日に焼けてますか？バレてますね。あ、天国来た。あ、天国、そう、天国来てますよ。いや、これ、今天国でなくてどうするんですか？今でしょみたいな。今天国ですよ、本当に。うん、いや、天国だな、今。いや、天国もうなりつつあんのよ、世界がもう。この分かった人から。うん。天国でしかないもん、ここ。うん。
ていうか天狗でないと思ってたのはみんなの錯覚でさ、一人一人の錯覚だと天国じゃないんですよ、うん、まあね、だけどまあできる人もいるしできない人もいるしからね、まあ順番に、まあテレビスピーチャーテレビ見たらできるようになりますよ皆さん、うん、っていうかこのテレビそういうテレビだからね本当にすごいですよ、うん、あのね先日もね松竹さんのところでね7名ですよ、新しい引火者出てびっくりしちゃって、俺7名で散ったよと思って、これ何名今、もうすぐ30名ですよ。だから今28、9名ぐらい、だからまあ悟ったというか因果をいただいてるわけですよね。だからね、すごいですよ。だから、まあもちろん増田圭司さんのとこじゃなくてね、今の方、さっきのビデオの方もそうなんですけど、もうほとんど悟ってらっしゃってですね、どこでもいろいろあるんですけどね、まあ自分の好きなとこ行ってですね、マスターしていただければと思うんですけどね。すごいですよ。だからね、それだけ意識上がってるんですよね、今いる皆さんのね。うん。うん。あ、6名ですか。はいはいはい。26名。そっかそっか。失礼しました。うん、なるほどね。いやー、なかなかね、ゲイツさん感動的ですよ、やり方が。タイでね、2名は紹介したのかな。うん。2名の人はね、取れましたってことでね。怪人、怪人さん、怪人さんでいいのかな、前菜さん、2人がね、カイトさんだ、カイトさんと前菜さん、ごめんなさい、2人がね、取りましたって出たんですけど、まあ、それはなんとなくね、あ、相当言ってるなと思ったんで、それは分かったんですけど、あと、います、ゲッツさんいるって言ったんですね、だけど、その人は、掲示板でご紹介しますって言ったんですよ。でまあそれはそこのあそこのケイトさんのところの掲示板あるんだけどね。でなんで掲示板でやるのかなって、これはもしかしたらね、これ掲示板で出した方がすごく感動的な人がいるんだろうなと、それかこのその時撮れなくても帰ってく途中で気づく人がいるっていう感じなんだよ、タイから日本へ帰るときに。それを見越して多分そういうことを言ったんだと思うんですけど、いやー案の定ですね、いやー感動的だったですよ。まあ、サントキさんという方が女性でいるんですけどね、実は日本人の初の、撮った人なんですけど、その旦那さんがなかなか実はその認可が取れなかったんですよ。だけどそれを頑張ってね、タイも一回行ってて、会社で仕事があるってんで一回日本に帰って、でそれからまた飛行機乗ってまたタイに来て、それで勉強されてたね。まあいろいろ言っていいのか分かんないけど、その時ねゲストさんがね、彼はすごい珍しい人なんですよと、例えばこういうような、ね、ゲートさんとかね、このスキャンドルライトとかそういうとこ来る人っていうのは通常前世とかでやっぱり修行してる人なんだと。だからそれでここで来て捉える方がいるんでね、まあそういう人が多いんだっていうんですよね。まあスピーチャーやってるような人たちですよね。で彼の場合はね、一回もそういった経験がない人だっていうんですよ。でね、それがちょっと面白かったんですよね。それだけど今回撮っちゃったんですよ。だからね、これはそれを聞くとね、普通の人もこれから雪崩を打ってね、まあ、今日の先生方の話じゃないんですけどね、意識上がっていくんではないかなとちょっと思うんですね。だから非常にこれから私ね面白いなと思ってんです、時代がね。うん、はい。七重ピッピさん、天国、今日は天国の歯医者さんに行ってきます。そうなんですか、天国の歯医者さんってあるんですね。はい、それよさげですね。うん、京子さん、タイはパラダイスでしたね。でも今ここもパラダイス。そう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 なの。だからいや僕もねずっと続いててね、昨日もねすごく遊んでたの、いろいろ遊んでてね楽しかったですよ。思ったこと全部できたからね、うわー楽しいと思ってね遊んでたんですけどね。ね、そうですね。あとな、そうそう、だからもうあこんなに楽しいんだっていう感じですね、いますね。うん、はい。ということでカードやらなきゃいけないですね。今日カードね、これいきましょうか、ね。エンジェルウィスパーオブラブちゃんでいきましょうね。はい。
あ、大天使ミカエルカード。あ、さっき大天使ミカエルカードの話してましたね。さっきちょっと出しておきましょうか。ね、さっきね、さっき、よしよしよ。リカさんのね、後ろになんか絵がありましたよね。あれがちょっと、あの絵を描いたのは誰だっていう話があったんでね。これ、この方ですね。あ、この絵と同じだったでしょ？これ。これね、この方は、マリウス・ジョージさんという方が描いた絵なんですよ。で、これはね、ドリームバーチさんのカードのデッキなんですけど、これはまあ、スピーチャーテレビのオラクルカードの販売をね、この上のところからも買えるんですけど、あ、ここね、そこの右上のところでね、買えるようになってるんですけど、まあ、これ買うとこのカード入ってます。で、マリウスさんのカード、他のカードも入ってまして、これね、ドリームバーチさんのカードによくこの人は使われてる人ですね。そういう人ですよ。あとね、アメリカだと思うんだけど、これ、スピーチャル界だとね、この人の絵は結構有名な人ですよね。大天使ミカエル以外でもね、アセンデッドマスターの面々とかね、例えば、セント・ジャーメンですとかね、いろんな人の絵を描いてると思いましたね。はい。ですから、まあ、好きな方いらっしゃると思うんで、よかったらね、買っていただければと思うんですけどね。はい。まあ、絵はね、まあ、絵もね、エネルギーが出ますからね、うん、ね、いい絵はね、いいと思いますよ。うん、ナルピさん、おはようございます。2人の話はシンプルでよかった。うん、そうですね。T さん、本当だ、ゆっくり選びます。ああ、はいはい。そういう感じですかね。ひなこさん、お声大切に。うん、はいはいはい。みやみやさん、ひなこさん、どうぞ大切にしてくださいね。ありがとうございます。はい。どっから行こうかな。カードね、下に引いてくださいってのがあるので、あれ。大丈夫かな。よいしょ。あ、これ、古事記の話書いてある。これ、そっか、ゴロちゃんの時のやつが載ってるのね。了解です。カードエントリー、みよみよさんからかな。はい、じゃあちょっと順番に引いていきますね。はい。あ、もしこっちで引きたいっていう方がいたら言ってください。そちらも引きます。まあでもウィスパーオブラブでいきますね、みよみよさんね。はい、よいしょ。マリウスさんの絵ばっかりじゃないんでね、まあいろんな方の絵が入ってるのがドリームアーツさんのやつなんですけど、はい。みよみよさんのカードはこちらです。よいしょ。ちょっと待って、じゃん、これかな。はいはい、こんな感じ、うん、よいしょよいしょ。待って、場所を今整えております。はい、うん、こちら、みよみよさんの絵はこちらです。いいよ。こちら、あ、ちょっと待って、なかなかうまくいかない。よいしょ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 。あ、だんだんうまくいってきた。これね、やっぱりこう正面見ながらやりたいんでね、ちょっとこう画面の位置をちょっとね、ちゃんと合わせてやるとね、ちゃんと目線が合うので、ね、姉さんも違和感ないかなと思うんです。こちらでございます。みやみやさん、ホネスティーイズエッセンシャルということですね。はい。これのガイドブックがあれありません。おいおいおい、ちょっと待って、それはまずいぞ。ちょっと待って、ガイドブック向こう行っちゃってるのね。ちょっと待って、昨日引いてたんですよ僕これ。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、ガイドブックちゃーん、ここら辺にあったはずだけどな。あったあった。はい、戻ってまいりました。ホネスティーオブエッセンシャルですね、こちらでございます。はい、正直さが大切。愛ある人になるには愛を持って真実を語ることが大切です。
愛は相手にとって相手にとっての 最善を求めます。正直に語りましょう。あなたの気持ちを正直に伝えましょう。誤解を解き、ポジティブな結果を導くための機会として活用しましょう。ということで、Honesty is essential、 正直さが大切というカードが来ております。参考になりましたら幸いです。これの絵の特徴は幻想的な絵なんですね。はい、ということで次行きましょうね。はい、よっこいしょよっこいしょ。次が、ゆすけさんかな。はい、いきます。よっこいしょよっこいしょ。ポン。ゆすけさんへのカードはこちらです。じゃん。Love is all around you ということで、愛はあなたを取り巻いていますよみたいなカードでしょうかね。はい、あ、そうですね。愛はいつもあなたの周りにありますということですね。愛はいつもどこにでも、ゆすけさんの周りにあります。この真実を認めましょう。はい、周りを見回してみて、愛はいつでもどこでもあなたの、どこでもあることに気づきましょう。知らない人の笑顔やちょっとした優しさのある行動の中に見出せるかもしれません。それは青い空にある暖かい太陽かもしれません。人生とは素晴らしいものです。そんなに愛されているあなたはなんてラッキーなのでしょうか。 Love is all around you、 愛はいつもあなたの周りにありますという、カードですね。はい、愛はいつもどこにでもあります。この真実を認めましょうというカードですね。はい、ということで次いきますね。じゅんさんですね。よいしょ、はいしょ、はいしょ。ジュンさんのカードはこちらです。はい、Be willing to express love ということですね。はい、喜んで愛を表現する。愛を表現するともっと愛を受け取り始めます。よいしょ。私たちは愛にあふれた存在です。他人に愛を表現することで相手は変えられ愛されていると感じることができるでしょう。この習慣を実践するとさらに愛せるようになります。もっと 愛あふれる人になろうと決めると愛するチャンスに容易に気づくでしょう。喜んで愛を表現する。愛を表現するともっと愛を受け取り始めますということですね。はいね、愛をくださいくださいじゃなくて自分から表現する。表現すると愛が受け取るようになるということですね。なんかお金のなんか話と同じようなところがあるような感じもしますけどね。はい、それでは次ですね。よいしょ、ぺこぺこ。はい、じゃあ、これで前の方の方が行ったので後ろの方に戻りまして、どこら辺かな、ここら辺かな、京子さんかな。はい、京子さん、大天使見返るカードですね。かしこまりました。ちょっと待ってください。大天使見返るカード。アーケンジェル・マイケルカードでございます。はい、これドーリン・バーチさんのカードですが、こちらで、これがガイドブックで、後ろの絵がこういう絵で、はい、なんかテンプル騎士団みたいな感じですけどね。こういうですね、青いデッキなんですよね、絵的にはね。ちょっとひっくり返ってますけど、ひっくり返ってると思いますけど。はい。こういう、全部大天使ミカエルの絵で構成されてます。全部大天使ミカエルです。あ、これもマリウスさんの絵っぽいですね。はい。まあ、これは違う方。こういうふうに、こう全部大天使ミカエルの絵なんですよね。あ、これもマリウスさんの絵ですね。こういうふうに入っておりますね。はい。これは違う。まあこういう感じで、これも大天使ミカエルの絵らしいんですけど、すごいお坊さんっぽい大天使ミカエルでね、しかも上にオウムというかオーンっていうインドのサンスクリット文字が入ってますから、ね、はい、そういうような状態でございます。はい、ということでこれちょっと引いてみましょうね。はい、それではよいしょ、京子さん、京子さん、あ、よいしょ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 、
あ、京子さんですね。はい。じゃあ京子さんのカードはこちら。じゃん。こちらでございます。じゃん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 。ニュービギニング&ザフレッシュスタートっていうね、あ、なんか新しい始まりを予感させるようなカードが出ておりますけど、はい、これは何でしょうかね。よっ、よっしょ、よっしょ。心機一転やり直すという感じですね。役はそうですね、うん、フレッシュスタートなんだけどね、まあそうだ、まあ新しく始めるとかそういう意味なんだと思いますけど、人生の一つの、扉が終わると同時に次の章が始まります。あ、人生の一つの章が始まると、あ、終わると同時に、次の章が始まります。今はまだあなたは人生の新たな成長を示す最初の手がかりを気づいたばかりなので、大天使ミカエルはこのカードを送り、前進するようにと励ましています。あなたのために大変喜ばしいことが用意されています。信念を貫き、ポジティブな人生観を持ちましょう。はい、今にも癒しが起こる。職場や新しい仕事でより良い、待遇を受ける。過去の過ちも許され忘れ去られる。人間関係が目に見えて改善する。近い将来、新居へ移る可能性がある。考え方が改まり、幸福感と自信が高まる。過去を手放しなさい。自宅やオフィスの、ガラクタを捨て、掃除をして清めるということですね。アファーメーションがついてますね。ちょっと読んでみましょう。新たなチャンスをもたらし、サポートを提供し、過去を手放して手助けをしてくれたことに感謝します。この変化を経験する間、私の心を信頼で満たしてくださいということで、これは、まあ、アーエンジェルマイケルへの祈りになると思うんですけど、ニュービギニング&ザフレッシュスタート、心機一転やり直すというカードが来ております。僕やり直すよという始めるっていう感じがするんだけどね、うん、はい。ということで次行ってみたいと思いますね。あ、大丈夫だよさんがまとめてくれたのでこれでいくのかな。じゅんさん、じゅんさん終わったっけ。じゅんさん、あ、これ間にもあるのかな。あ、もうよくわかんないや。あ、そっかそっか、もうそうですね、間っこにもあったのね、じゅんね、かやつがね。どこだ、どうなってるかわかんない。そしたらじゅんさんか。はい、これでいってみましょう。あ、京子さんよかった、バッチリだったんですね、ありがとうございます。過去を手放しますということですね。はい、それでは次、じゅんさん、あ、飛び出た、飛び出たってことは飛び出たということでこちらです。じゅんさんはザ・ユニオン・オブ・ハーツ、ハートの融合みたいなやつかな、これ。なんかこれ、これね、木と木が抱き合ってる、男性の木と女性の木が抱きしめ合ってるカードですけどね。これね、本当に愛に特化したカードでね、いいですよ。しかもね、これね、このタイプはね、ウィスパーオブラブはね、カードの枚数がね、50枚あるという、ちょっとすごくお得なね、カードになってるんですね。通常の値段なんだけど、50枚あるという。はい。これ。よいしょ。心の融合って書いてますね。説明できない愛のつながりというのがあります。これは特別でユニークで言葉では言い表せません。この愛はとても心地よく完全にフィットしています。親子やカップル、特別な友人同士など、その関係性は様々です。ということで、ユニオン・オブ・ハーツ、心の融合、説明できない愛のつながりというものがありますよということですね。こういうのが来ておりますけどね。なんかピンときたら幸いでございますけどね。はい、ということで次行きましょうね。七色ピピさん、はい、七色ピピさんはこちら、Look to your inner sight、 あ、違う、ごめんね、 Look to your inner strength ですね。はい、あなたの強さを見てくださいということですね。あ、そうですね、あなたの内なる強さに目を向けるということですね。あなたは自分で思っているよりも強い人です。ナンレピピさんの内側にあるものに光を当ててください。
あなたの中には、強さがあります。今はそう思えなかったとしても、それを前面に押し出しましょう。自分を信じて、あなたの中には強い力があることを知ってください。ということで、 Look to your inner strengths、 内なる強さに目を向けましょうということですね。はい、ということで、ね、いきますね。京子さん、今日のアロハの青、綺麗な色ですね。 ありがとうございます。ティディアロハシャツいっぱい持ってますので、今日はこの色にしてみております。はい、よっこいしょ、よっこいしょ。あ、大丈夫だよさんですね。よっこいしょ。ボン、大丈夫だよさんはこちら。Love makes the difference。愛は違いを作り出す。でしょうかね。わかんないですけどね。ちょっと読んでみましょう。愛が変化をもたらすという訳になってますね。愛が過去の傷を癒し、安心感や自尊心、自分を大切にする気持ちをもたらします。愛は強く、どんなことでも耐えられます。愛を信じれば、すべてはおのずとうまくいきます。大切なことがあったと、大変なことがあったとしても、ハートを開いたままにしておくことが大切です、ということで、 Love makes the difference というね、カードが来ておりますけどね。はい、すごく細かい絵なんでね、カメラで、ご紹介できる限界点ギリギリみたいな絵なんですよね、これね。はい、非常に細かい絵です。はい、ということで次、ニージさん。これさ、あれ、これあれだよね、このリストの中にひなこさんは入ってないような気がしたんだけど、あれ、ひなこさん引いてって言ったような気がしたんだけど、まあいいや、よいしょ。ということで次が、ニージさん、あれ、どっちだったっけ、ニージさんが終わったから、イスケさんで、あ、イスケさん終わってるね、マロンさんだ。なんかちょっとやれたな、ちょっともう一回引き直そう。マロンさんってイメージして、はい。あ、飛び出た、これだ。これがマロンさんのカード。こちら。飛び出たらマロンさんですね。あ、オネスティオブエッセンシャルですね。38。はい。飛び出るということはその人のカードですよね。正直さが大切。愛する人に、愛ある人になるためには、愛を持って真実を語ることが大切です。愛は相手にとっての最善を求めます。正直に語りましょう。あなたの気持ちも正直に伝えましょう。誤解を解き、ポジティブな結果を導くための機会として活用しましょう。ということで、Honesty is essential。正直さが大切です。というカードですね。はい。参考になりましたら幸いです。ゆすけさん、感じ取る感性が必要ですね。アンテナ伸ばさないと。ありがとうございます、ということですね。はい、ということで、ひなここさんがだよね、次はね。はいはいはい、いきますね。ひなここさんいきますね。よいしょ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 。これひなここさんのカードはこちら、Listen with your heart、 あなたのハートの声を聞いてくださいみたいなカードですね。1番ですね。ハートで聞くって書いてますね。言われたことを聞くときには、愛を持って心で聞きましょう。今の状況を愛を持った視点で見ることが求められています。口から発せられた言葉にとらわれてしまうことは簡単です。その状況に対して心は何と言っているでしょうか。ハートは真実を知っています。それを信頼しましょう。静かに、座って深呼吸し、今ここで何を知るべきかをハートに尋ねてみましょう。ということで、Listen with your heart。ハートで聞くというね、カードが来ております。参考になりましたら幸いです。はい。月でございますね。月を1123ですね。はい、あ、出ました、パタッときましたので、これですね。ラブエンドレスかな、違うな、エンダーズかな、よいしょよいしょ。あ、そうですね、ラブエンダーズか。愛は忍耐強い、
愛は諦めたり信頼を失うことはありません。愛は希望であり、いかなる状況も乗り越えます。何が起きたと言ったとしても、愛はすべてのものに耐えることが耐えることを思い出させてくれます。状況を乗り越えるために必要な変化を起こすには、ポジティブなステップを踏んでください。恐れを手放して少し立ち止まって、愛はいつでも続くという、真実を思い出してください。ラブエンダーズ。愛は、忍耐強いということね。はい。忍耐強くいれば必ず乗り越えられますよ、何でも乗り越えられますよというカードですね。はい。ということで次でございますね。はい。おお、ずいぶん来てますね。このパールさんと、すみません、パールさんとですね。はい。ひなこさん、ありがとうございました。まさに今必要なメッセージ。今日は静かにハートの声を聞きます。ね、まあ、カードはね、本当に思いますけど、すごいですよね。よく当たるというかね。まあ、これ宇宙っていうかね、この世界で起こることっていうのは本当に完璧なのでね、こういうふうに出てくるんですけどね。だから、すべてのものが実はシンクロしているんですよね、この世界っていうのはね。だから一つとしてね、シンクロしてないものがないんですよ。だから起こってくることは全て、ベストであるっていうのね、分かるかなと思うんですけどね。はい。それでは次はパールさんかな。ジュンさん、恐れずに愛を表現したいと思います。今の私にとても必要なことだと感じます。なるほど。あ、パールさんも飛び出ましたね。今日は飛び出るのを待ってカードを引いております。はい。あ、Listen with your heart ですね。はい。同じ、ひなこさんと同じでございます。これも1番のカードなんですけど、ハートで聞く。言われたことを聞くときには愛を持って心で聞きましょう。今の状況を愛を持った視点で見ることが求められています。口から発せられる言葉にとらわれてしまうことは簡単です。その状況に対して心は何と言っていますか？ハートは真実を知っています。それを、信頼しましょう。静かに座って深呼吸をし、今ここで何を知るべきかをハートに尋ねてみましょう。ということで、Listen with your heart ということで、ハートで聞くというカードが来ております。参考になりましたら幸いです。はい。ね、ということでね、月代さん、ありがとうございます。忍耐強く乗り越えたいと思います。キョクさん、飛び出る。そうなん、今日飛び出ますね、カードがね。マロンさん、赤でありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。はい。ということで全員終わったかな今日は。今日はね、映像がちょっと長めでしたからね。カード待ってる方がもうちょっとあまりはいなかったんではないかなと思うんですけどね。いかがでしたでしょうかね。はい。ひなこちゃん、最後に出る？このまま終わっちゃっていい？出ない、出ない。あ、そうですか。わかりました。いや、スカイプで繋がってるからね。なんか鏡見たりとかしてますけどね。おめかししてますけど、あっちでなんかね。実況中継するなと。はい。わかりました。はい。で、そう、声入ってないよ、でも。ひなこちゃんもう、ミュートで、ミュートしてるから。喋ってるけど。入れる。あのね、さっきの服はね、リカさんの、デザインしてた服で、ちょっとステージショーっぽい感じなんですよ。で、汗をね、そう、汗を吸い込むといけないんで着替えたんです。あ、そうなんですか。そう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 、 あの服リカさんがデザインしてくれた服なの。あ、そうだったんですか。そうそう、だからちょっとステージショーっぽくお呼ばれした時とかに、ステージに立つ時とかに着ようかなと思って買ったね、はい、服なんですよ。なんかおしゃれよ、おしゃれよ。そうか、今もでもおしゃれな服着てるじゃないですか。これサマードレス。でも これはコットンなんで、あの結構、あ、かわいいですね。ジャバジャバ洗える感じ。あ、いいね。女性だったら僕絶対買うな、そのデザイン。ありがとうございます。そうだ、ね、ちょっと、ね、あのテディさんっぽいかもしれない。そういうデザイン好きです。はい。はい。ということで今日はね、ひなこさんが最初にやって、途中からカードをテディが、受けてですね、やっております。それでは、今日ね、そろそろさようならしたいと思います。ひなこさん、どうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい、皆さんもどうもありがとうございました。さようなら、またお会いしましょう。
おお。切り替えがうまくいかない。